オンライン時代の新しい営業手法、SNS 営業術。アナログ営業からリファーラル営業、そして SNS 営業へと推移していってると。こちらの表をご覧いただきたいんですけれども、この順番にですね、少しずつ営業形態が進化していってると。SNS 営業術に関しても、このリファーラル営業というのは、すごくベースの営業手法にはなります。アナログ営業について、基本的には従来の営業手法ですね。こちらのリファーラル営業、知人からのそういったつながりによる紹介でティーアップをしていただいて、お客様にアプローチをかける。お客様との間に上下っていうのがあまりないので、基本的には対等にお仕事ができる。非常に効果的な営業手法ではあるんですけれども、営業力だったりコミュニケーション能力ですね、個人差によって結果が出たり出なかったりしてしまう。本来の意味は紹介をもらう営業ではなく、紹介を、まずこちらからするんですね。提供することで偏方性の法則、返さなきゃっていう偏方性の法則を利用して自分に仕事が舞い込んでくるように仕向ける営業ということなんですね。 SNS 営業っていう言葉なんですけれども、オンラインという意味合いも兼ねているんですけれども、 SNS もそうですけれども、オンライン上で開催している交流会、セミナーに参加してコミュニティを SNS で作って、そのコミュニティの中で丸々会を開催、オンラインのワントゥーワン、ワンオンワン、こういったものを活用していくと。で、そして最終的には相手から問い合わせが来るように仕向ける、そういった営業手法になっております。 SNS や、ビジネスマッチングのツールですね、まずは一旦全部ダウンロードして、これなら続けられそうだなとかっていうものを残していく。始めようと思った時に、プロフィール作んなきゃいけないですよね。自己紹介はシンプルに、そして、仕事と趣味とか、あと実績とか共通点見つけてもらうと、SNS とかですとつながりやすかったりするんですね。つながった方に対しては DM を送ってほしいんですけれども、ポイントがあります。売り込みではなくて、御社のサービスは気になっていたんですがっていうように、あなたに興味があるんですという言い方に DM を変えてほしいなと。で、もう一つポイントがありまして、この時間ですね、先に書いてください。30分程度情報交換お願いしますと。自分よがりで、相手のために、お話をしてくれない人、そういった方がと当たってしまった時にでも、短い時間にしておけば、切れるんですね。リファーラル営業の仕掛けるっていうところに変わるアプローチ、そして信頼関係構築で、まずですね、オンラインセミナー交流会に参加する。次にですね、この SNS にて、基盤コミュニティ作りというところなんですけれども、 Facebook のアカウントを作って、そこでこのコミュニティっていうのを作っていただくっていうのをおすすめを、しているんですが、コミュニティを作成できたらですね、次は発信をしましょう。発信のポイントなんですけれども、で、これも営業しない役立つ、投稿をしていくことで、信頼関係をとにかく大事にしてコミュニティを作っていただければいいかなというふうに思います。そういうコミュニティを作成したら、オフ会みたいな会をぜひ提供してください。1対1で話すワンオンワンですね、これ効果的なやり方っていうのが実は決まっています。時間が1時間あったとしたら、半分ずつお話ししてくださいっていうのが大前提。途中で合いの手を入れるような形じゃなくて、一旦全部伝えた上で相手からまとまって質問をもらうと。で、これを相手のターンの時は、逆もやる。相手に貢献したいって思う方って必ず質問が出るんですね。こういうところで、本当に自分のために話を聞いてくれてる人なのか、聞いてるふりをしてる人なのかっていうのを見分けることができます。社外メンターを活用する。会社以外のところで仕事の相談できる、信頼できるビジネスパーソンのこと。この人からいろいろ学ぶんだというふうに、勝手に自分で社外メンターに認定すればいいだけで、わざわざ相手になってくださいとか言う必要はないです。まずは営業するというよりは、このワンオンワンっていうのをやりながら2回3回とやって、自分の中でまずは貢献をしていって、ちゃんとお返しが返ってきて、自分にとって営業につながる方々っていうのを残していく。
クロージングっていうのには2種類あると、この2つを使い分けることが大切です。実際に買ってくれる人ではなくて、商品サービスを買ってくれる人とつながっている方に対してクロージングを行うことを、まあ、リレーションシップ型クロージングと。この話の中で言うと、まあ、社外メンターがこのキーマンに当たるかなというふうに思うんです。ですが、こういった人がいたら、このように伝えて私をつないでくださいっていうことで、しっかりと行動要請を伝えた上で、紹介がもらえるようにクロージングをしてください。で次にトランザクション型っていうのが、まあ、これが一般的なクロージングですね。あなたの周りの方々に、必要としている人がいればと、軽く逃げ道を作っていただいた上で情報提供をしてください。